ワンインチチャンネル、ステップバイステップ、はい、始まりましたけれども、ありがとうございます。今回はあの広渡辺先生にゲストに来ていただきました。はい、このセットがあるということは、はい、あの我々が愛してやまない厚切り牛タン絆を、はいはい、美味しいから、うん、これは広渡辺先生にも食べていただいて、ね、そう、召し上がっていただきたい、はい、それで食べながらなんかいろいろお話を聞きたいなと思いまして、はいはい、これ美味しいですよ、これね、熱いっすよ、うん、分厚くてジューシーで、ね、はい、分厚いじゃないですか。まずさっき一回もう食べますか、焼きますか、はい、焼いて、はい、でも、もうほら、いや待って、でかい、でかいよ、でかすぎてピント合わないもん、うん、合わない、でかすぎて分厚いし、でかい、あ、あった、さすが YouTuber、 うん、YouTuber ユキオさんにはない。普段から牛タンとか、いや、あんまり外に出て食べない。ああ、まず、ほら、月金で仕事の現場行くでしょ、はい、うん、で、土曜日現地交流で、うん、で、日曜日軸の教えてるでしょ、もう、だから、もうそれの繰り返し、だから結構もう、うん、あの非常に期待してます。あ、ほら、もう見てください。いい焼き加減よ、いい焼き加減。あ、もういいんじゃないですか。それじゃあいただきます、ね、待て、師匠が先やね。何を弟子っ子が先一発目。先生どうぞ、もう、そうそうそう、あの焼けてるので。あ、先生ハサミもありますから、いただきます。あっちにつけてもいいですし、これまずこれで、はい、あ、シンプルにそのままね、うん、素材の、うん、しんさ、柔らかい、柔らかいですよね。ちょっと緊張しました。いや、まずほら今ハンナ押してるんでしょ、はい、例の戸郷がほら出したとこも、カリバ、今カリバ上下入れてるんですよ。で、食べるかなって今日俺心配してたんだけど、全然余裕。おお、柔らかい。そう、後ろで社長も安心してます。こう分厚いくて、うん、でも本当ジューシーやのに柔らかくて美味しいですよね。ジューシーだよね、ジューシーですよね。炭塩でご飯と合うで、初めて食った、はい、うん、今コメント聞きました。聞いてなかった。おい、東郷先生が邪魔すんだもん。炭塩って、まあ、炭は今までに何度も食ったことあるんだけど、うん、ここまでジューシーなのは初めて、うん、俺炭でこれは初めてだ、うん。それで今回ちょっと企画を、テーマを発表しようと思うんですけど、まあ先生、あのこの牛タンを食べながら、あ、食べて楽しんでいただければいいんですけれども、今回の企画は先生が好きな武術家トップ3、うん、まあ尊敬する武術家ね、尊敬する武術家ね、技術だけじゃなくて、はい、その人間性からいろいろ、僕は入っちゃうとその辺からどういう人生を送ってきたんだろう、うん、っていうところからまず入る。技術だけ知っても流派を研究するときに意味がないんで、うん、必ずその流派を作る人の歴史ってあるから、はい、そこまで僕は徹底的に調べる、うん、で、これどういう人が出てくるんだろうっていうのは本当にあるんですけど、なかなか選びづらいと思うので、結構何人もいます。まずベスト10は全員東洋人です。うん、じゃあ3ね、ちょっと難しいと思いますがお願いします。ちょっと30秒ほど考えさせて。いや、わかりました。いいですよ。はい、わかりました。じゃあ、はい、うん、1週間後にまたその順位が入れ替わるかもしれない。それは、ね、現時点のベスト3、広渡辺先生のランキングね。はい、はい、興味深い。で、当然あの現時交流の師匠と鉄道先生が抜きますよ、うん、はい、すいませんね、はい、殿堂入りってことで、そこはもう殿堂入り、それ勘違いされても困る。そうです、はい、はい、じゃあベスト3から、はい、3位、はい、3位、李処分。おお、出た、ロン・処分のモデルじゃないですか。それは牧野ね、はいはいはい、うんうん、李処分、まあ、あの、いろいろ伝説はありますね、うん、例えば、ここのところをやるときにこうバーンってやったら、ここの頸椎が全部折れて、首がここまで はまって、目ん玉が飛び出したとかね、ある武術家2人とやったときの、はい、兄弟の、で、それを見てたそのもう一人のやつが、この野郎ってかかってって、そっちに来た時に避けたらバーンって跳ね当たって、ここ全部くちゃくちゃになって、ある人とやった時にこの本廃所ってやって、これでガンってやって、これでバーンって入ったら9メートルすっ飛んで
壁に当たってそのまま亡くなったとかね、いろんな逸話が残ってる。逸話が残ってるんですよ、そんな。でもそんな昔の人じゃないでしょ。うんうんうん、うん、そうですよね。そう、太平洋戦争当時生きてたからね、うんうんうん、そんな昔の人じゃないんですよ。すいません、武術で言えば何を。八極拳。八極拳の方。八極拳の名人。名人、劉書文の先生が孔子会っていう先生なんですけど、孔子会から習って、まず一番最初に孔流、要するに中世って習うんだけど、自分の家から孔子会の先生の家まで何里って言ったかな、相当な距離ですよ。それを前通って習ってたらしいんだけど、その通う時に中水で中水を使いながら歩いて、例えば10キロだったら10キロ中水の練習をしながら、それで往復、そこまで努力。あ、映像みたいなのも全く残ってない。映像は残ってないです。写真は残ってます。こんな剛毛な眉をして、ひげ生やして、で背はそんな大きく、そういう逸話が残って、いやすごい出てくるでしょ、ね、なかなかトップ3から濃い。こうなってきたら第2位どうなってくるんですか。2位と1位がすごくちょっと困ったんですが、どっちを1位にしてどっちを2位にしようかなと、すごく、うんうん、これ今の現時点のランキングですから、もうだいぶ拮抗してると。じゃあ第2位、塚原僕で。出ました、塚原僕で。塚原僕です。僕でさん全然知らないし、ちょっとすいません。鹿島新刀流の会社、鹿島新刀流の会社ですね。要するに鹿島ですよ。鹿島の地って非常に聖地ですから、彼の生まれた家っていうのは浦和家って言って神道家の家なんです。神道の、鹿島神宮をの神主さんの家柄なんですよ、当時は、その浦和家から、まあ、浦部お父さんも当然その日本の兵法 の上古代中古代を学んできてるわけですね。で息子のに教えて、で息子がその塚原家に養子に出て、で塚原家 その当主の方っていうのが香取新刀流を の、免許改善の方で、両方から学んで、さらにそこの何だろうな、家系とかその鹿島 その家系の方のちょっと下のくらいなんのかな、松本備前守っていう方がいて、でこの松本備前守っていう方が、鹿島の直進限りと鹿島新流の創始者なんです。でその方について習ったと。で17歳の時にちょっと全国の武者修行に行きます、出た弟子を連れてスーッと、で京都まで1回目は京都17です、17歳京都まで。で御前試合からいろいろやって一度も負けてない、結構老人になるまで生きた人で、生涯刀傷は一度もない。ない、いや切られてないってこと、ことがない。で切った人間は何人だったっけな、結構いるんだよね、真剣で。いつの時代の方でしたっけ。1500年代か。あ、じゃあそういう時代ですね。そう、1回目が17の時で相当名を馳せたんですよ、香取鹿島の兵法すごさを京都で。で一度戻って、で2回目が海原寺、要するに武田軍の方の信頼役になって、兵庫信頼役になって、でまた戻ってきて、3回目は青森の方に行ったらしいですね、弟子いっぱい連れて。だから青森の方に香取新刀流の、要するに牧伝流っていう形で青森の今も残ってます、山梨の方に残ってます、でまあいろんな方が弟子になって、そこからまたいろいろ枝分かれしたりしてますけど、いろんな流儀で。で無手勝流っていうことで有名で、模様ドラゴンでうちの会社が船の中でオーストラリアのパーソンズとか挑戦されて、よしじゃあちょっと船乗れ、あそこの島でやろうかって言って乗っけたし、乗っけてそったらもうロープバーってやってって感じ。要するに戦うとして勝つ、要するに方法だって言ってるわけね、ファイティングウィザーとか、それを言った人なんだよ、最後、その時代に繋がった。そう、青森にあの第3カメラ行くときに挑戦されて、じゃああの島で行こうよって、ボート乗れよって、ボートって で向こうのやつを先に下ろした瞬間に向こうへ戻ってきちゃった。戦わずして勝つ、それは僕でも最初に。
それがあのブルースの映画の表現に繋がったんですね。ただ、うん、多分その辺はいろんな日本の武術家、昔の武術家、うん、例えばあの武蔵とか、はいはいはい、研究してましたね。随分、うん、そうあの取り寄せて、はいはい、木村先生が日本に行くときに何々のもの買ってきてみたいなのまれて、うんうん、でそうやって研究してたみたいな。多分僕らのことも知ってた可能性はあります。ここでその話がつながると先生も僕です。知ってます。あの NHK の、はい、でも特集というかあれドラマに、うん、なりましたよね。坂井正人さんが主演で、うん、僕すごい面白かったの。めちゃめちゃいい、うん、俺あの作品、はい、そう先生言ってましたね。坂井さんのあの僕伝のあれは大好き。大好き。そうそう、うん、じゃあ、うん、気になる1位ですかね。はい、牛タンもずっと食べていただけたらすいません、なんかね食べたいのにずっと喋っていただいて。本当にうまい、はい、本当にうまい、本当にうまい、この味大好き。あ、よかった。通販で食べれますから。これはじゃあはい、1位お願いします。本当迷ったんですけど、まあ、1位、現代人がよくあの知るような数時代ぐらいまでにしましょう、うん、あんまり過去だと知らない人も多いんで、1位は、大東流合気武術の佐川先生です。佐川池先生。出しました。本の名前は透明な力。弟子が書いたもう、だって僕先生からその本と佐川先生の存在を知って聞かされて、こういう人がいるからこの本は、もうそう、お弟子さんの木村先生っていう方がいて、はい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 、でその僕がちょっとあの SP をやってた時の友達で、うん、がいて、その人がその佐川道場に通ってるんですね。でその木村先生の下についてて、佐川先生がまだご健在の頃から通ってる方がいて、友達で、へえ、でそういった透明な力って本を木村先生が出したから、あれを渡辺のこの本いいからっつってあの紹介されて読んだら、これはすごいわ、これはすごいな。で、東郷が読んでる。東郷、これはすげえから読んでる。そう、で、買ってもドハマりして、うん、いや、だから先生もその友達とも、まあ、面識があるの、うんうん、2人で同じテーマで名前出されるってすごいですね。うん、そう、いや本当に相当すごい。しかも、広渡辺先生の中で1位、うん、1位っていうのは、佐川先生、そうなんだ。晩年、最晩年の佐川先生は最強。最晩年は本当にもうあのこんなになっちゃ縮んじゃってるんだけど、写真見ると、でもそれでもその各回を、いや、そう、あのやっていた、もういろんな武術家を知って、うん、先生なんてもうたくさん知ってるじゃないですか。 その中でもちょっと化け物だったっていう、佐川先生だけは別格、うん、抜けてた。いろんな、それは透明な力はもう絶対読んだ方がいい。あのね、だってその鍛え方も半端なくて、半端じゃない。あの写真が残ってるんだけど、手首が あるでしょ。こっから、おう、そう、すごい。こちらこうでしょ。そう、こうなんだけど、こっからこう繋がってんの。ここからこう、くびれてない。ここからこう、うん、そう、くびれてないですよ、ね、ここからこうなの。前腕が、前腕がもうず前腕、前腕、手首がない。だから、全部全部全部はい、だから、ここまで。でもそれ鍛えすぎてってくびれてないのよ、手首。鍛え方でそういうで、ね、そう、あんな手首持った人いないんじゃない。例えば池田さんがこうやってて、はい、佐川先生が、はい、この辺をポンってやったら2、3メートル突っ込んでくる。すみません先生、体術だけじゃなくて、友達から聞いた話だと、剣術は武田宗閣先生は、確か小野派一刀流、うん、で佐川先生は高原、小野派一刀流も多分習ったんだろうけど、高原一刀流がすごかった。古流武術って体術だけじゃないんですよ。必ず、うん、あのその武器、獲物がと一緒になってるの、うん、要するに統合っていうより統合された武術、うん、体術と武器が、それはが日本の古武道、うん、で中国の武術もそうじゃないですか、うん、武器と体術あるじゃないですか、うんうん、要するに統合されてるんですよ。今日はちょっとね、あの厚切り牛タン、絆さんの牛タン食べながら、うん、はい、尊敬した好きな先生で、いや、ちょっと深すぎた、うん、聞き入るしかできない、うん、カットイン無理、カットイン、うん、インプットの時間でしたね。ああ、そうだね、はい、ちょっと勉強させていただいて、うんうん、今後なんかそういう人あったら、まあ佐川さんですかねみたいな俺も言うし、いや、半端な知識ちゃんと勉強してね、今後、いや、
パー佐川さんかなみたいな今回も、絆さんからクーポン、コードいただいてますので、クーポンコード、はい、1000円オフで買えるということで、クーポンコードがありますので、詳しくは概要欄に、はい、ありがとうございました。これはね、牛タンも食べていただいて、はい、本当に本当にうまかったです。はい、いや、なんかまあまたここまでうまい、タンは初めてだ。大絶賛。いや、でも 俺らも間違ってなかったってことよ。そうだね、はい、美味しいと感じたものは先生も美味しい。今まで牛タンは何度も食ったけど、いろんなところで、今回は第一だ、いや、第一第一いただきました。牛タンのベスト3どこでやるの、どこでやるの、牛タンベスト3。またなんかいろいろ広渡辺先生に聞きたいなと思います。すね、広渡辺先生、今回は、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。